前乗っていかへん。こっちやこっち。素直に I love you 届けようきっと You love me 伝わるさ君に似合うガラスの靴を探そう。
出せ金やるんかいっぱい乗ってから帰りましょう。止まれ。
もしもし。ああ、もしもし。どうもこんにちは。俺、五郎言うんやけど、そっちは？うち、あっこ。あっこちゃんか。何や、元気なさそうやん。もっと楽しくおしゃべりしようや。せやけどめっちゃだせんやもん。久々に学校行ったけど、速攻で受けてもうた。なんや自分、ひょっとして女子大生？うん、そうやけど。あこちゃん、テレクラにはよく電話しとんの？せやな、うち退屈なんが嫌やから遊んでくれはる人を探してんねん。ほな、外で会ったりとか？ドキドキな。会う会わへんはどないして決めとるんや？まあ、お腹空いてる時とか。元気やな。飯おごってく。別に誰でもええってわけやないけど。あ、そうや、五郎さんやったっけ？五郎さん、入れ墨してはったりせえへん？あ、入れ墨やと？うん、うちそういうのちょっと興味あんねん。しとる言うたらどないする？え、ほんまに？ほんまにしとるんやったらどんな柄なんか教えてくれへん？なんでそないなことが気になるんや。うち絵の勉強してんねん。せやけど入れ墨なんてめったに見られへんや。せやからもし入れ墨しとる人がおったら実際に会うて生で見せてもらったりすんねん。般若や。え？俺の姓には般若が入っとる。そうなんや、般若か。ところでアッコちゃん、俺からもちょっと聞きたいんやが。ん？何？牧村誠って知っとるか？ごめん、切るわ。ちょっと待ってくれ。何？いやな、俺実はフリーのライターやっててな、牧村藩のこと興味あんねや。それで牧村藩を知ってる人から話聞きたいな思っててな。アコちゃん、牧村藩のこと何か知っとるんか？せやったら超大手話聞かせてもらえへんやろうか。ああ、もちろん俺はするで。絶対アコちゃんにも牧村藩にも迷惑かけへん。どうやろうか。ほんまに？ほんまや、ほんま。わかった。せやったら今から岩尾橋に行って。岩尾橋やな。五郎さんはどんな格好してんの？グラサンに黒のジャケット、髪や長髪を後ろで結んどる。目立つからすぐ分かると思うで。分かった。ほな今から岩尾橋で待っとるで。絶対来てや。そしたら後で。よっ。ああ、ああ。いや。
別人だから。いらっしゃいませ。おお。あ。うん。いや、ありがとうございました。あんたが五郎さん？の？あんたがアッコちゃんか？よう来てくれたな、おおきに。ひょっとして芸能人やってことバレた？え？しもた！やっぱり来ない変装しても分かる子には分かってしまうか。自分のハンサム顔が憎いわ。あーええってサインやったらなんぼでも書いてあるから、みんなには内緒にしといてな。うちの考えすぎか。こないアホな人が例の人なわけちゃうもんね。あ、例の人やな。なんでもない、優しそうな人で安心したわ。うちがアッコ。ほな早速やけど、そこらで茶でも飲みながら話聞かせてもらえるか。お茶？うちお腹減ってんねんけど。そしたら飯にしようか。何食いたいん？うちお寿司食べたい。寿司か。やっぱり女子大生ともなるとええもん食うてるんやな。そらそうやん。今時女の子とデートするんなら予算5万くらいないと話にならんわ。五郎さん社会人ならそれくらい持っとるやろ。当たり前やないか。学生が見たこともないような豪勢な飯食わせたるわ。ほんま
に？五郎さん分かっとるやん。よっしゃ、ほな。ほな行こか。あやまりや。ほな急がんといて。ちょ、待ってよ。呼んできませんか。ダイエット明日からにするわ。次行くで。次。五郎さん、お寿司好き？ああ。うちめっちゃ好きやね。ウニとイクラは絶対食べに。何握りやしょう。ほな1万くらいでお任せするわ。あと今日のええとこお作りにしてくれ。あ、ウニとイクラは絶対入れてな。いいよ。五郎さん飲まへんの？一応仕事中やからな。今はやめとこ。それよりアコちゃんの話聞かせてくれ。大学生にしたら随分慣れとるようやけど、この間店よう来るんか？まあね、最近は割と毎日。毎日？なんや、そないノルマ厳しいんか。ノルマ？そんなんあるはずないやん。いつでも好きな時にやれるのがこのバイトのええとこやもん。いやいや、バイトっちゅうことはつまり誰かから依頼されてやっとるわけやろ。その元締めが例の牧村はんやろ。聞いた話やと女子大生にテレクラで男捕まえさせてその稼ぎをかっさらっとるらしいやんか。はあ、誠さんはそんな人とちゃうし、うちらほとんど男の人にご飯とかおごってもらうだけやし、誠さんも稼ぎよこせなんて言わへんよ。あ、ちゅうことはあっこちゃん売りとかしてへんの？当たり前やん。ひょっとして五郎さん、今は取材なんて嘘で初めからいやらしいことが目当てやったとか。せやったら悪いけど、なんぼおごってもろてもホテルとかついていかんで。ああ、ちゃうって。そういうつもりとちゃうねん。ただ俺はそういう噂を耳にしたもんやったから。ほんまに？まあそれが賢明やね。うちに何かあったら無事で済まへんから。あ、それは一体どういう。はい、小肌。あ、美味しそう。ほな、いただきます。お代はこちらになります。ありがとうございました。ごちそうさま。おう、ほな。さて、腹ごしらえは済んだな。そしたらさっきの話の続きを。あ、うちあそこ行きたい。今度はどう？ゲーセン。ゲーセンってゲームセンターのことか。不良のたまり場やないか。ま、家で女の行きそうな場所ではあるが。最近のゲーセンはちゃうねん。かわいいぬいぐるみとかあんの。ゲームセンターにぬいぐるみ？どういうこっちゃ。行ったらわかるわ。ほら、早行こう。しゃあ、ほな、ゲームセンターに行くか。早行こう。あ、ほら、あれや。UFO キャッチャー？なんやこれ。このボタンで中のクレーンを操作してな、ぬいぐるみを穴まで運んだらもらえるねん。こんなんが1回100円やと？アホらしい。
どうせそう簡単には取れへんようになっとるんやろ。普通に店で買うた方がええんちゃうか。何言うてんのや。よそで売ってないからここで取らなあかんのやない。お金で何でも買える思ったら大間違いやで。っていうかお金はうちが払うから、五郎さん代わりにやってや。うちこういうの苦手やねん。あ、なんで俺が。誠さんのこと聞きたいんとちゃうの。しゃあないな。ほな一応やったるやないか。で、これが欲しかったんやろ。めっちゃ嬉しい。五郎さん、ありがとう。ま、ざっとこんなもんや。あ、それで牧村はんのことなんやけど。こないなところで立ち話すんの。どこか落ち着いて話せるとこがええわ。ま、それもそうやな。ほな、出ようか。あんだけ食った後でよう踊る気になるな。実はさっき電話で VIP ルーム予約してん。うちな、一度でええから VIP ルームに入ってみたいって思ってて。いつの間に予約しとったんや。人の金は思って好き勝手してくれるな。文句言わんの。連れてってくれたらそこで誠さんのことを話してあげるから。うまか。まあそう言われたら断れんな。ほら行こうか。はよ行こう。
せや。ああ、うん。